誰か様のおかげで買い物なんていいか見るからには買うんだろうな。どうもお願い、家族を返してよ。何だ旅人が、今こそ星とつながり。星の残された。何だリオ、何か困ってんの？おじさんとは口を聞いちゃダメなんだ。そうか、じゃあよ、このおじさんに話してみよう。こう見えて強いんだ。何でも解決してくれるぜな。細けえな。俺がおじさんならお前もおじさんだ。雑にまとめるな。それで何があったんだ？あのね、ピオちゃんがどこか行っちゃったの。ピオちゃんは仲良しの小鳥なんだよ。おじさんみたいに髪がツンツンしてて。それってクラピオのことじゃねえか？クラピオ？その鳥の名前だ。モンスターに襲われていたのを助けたんだ。そうだったんだ。みんな、ピオが砂漠の方に行ったってジージが見たんだ。砂漠？どうしよう。おじさんたちに任せろ。見つけてやる。本当？おうよ。ジージが言うには、共和国時代に使ってた鳥小屋が砂漠にいくつか残ってるんだって。そこに罠を仕掛けるといいって言ってた。罠になるバードトラップはアイテムクラフトで作れるよ。安心しろ、鳥の罠ならもう持ってるからよ。本当？じゃあ、あとは砂漠に仕掛けるだけだね。よっしゃ、クラピオ探しといくか。あんたに懐いていたからな。まあそれもあるな。俺は村にでっけえ借りがあるからよ。しばらく様子見たな。残りの2つの仕掛け島を押せ。ミッドガルにいた時はもっとシンプルに神羅っていう大悪党をぶっ潰せればそれでよかったか。今は違うのか？神羅をぶっ潰すのはもちろん変わった。ただよ、やつら相手にがましらになってたのも目をそらしていただけなのか。星を救うっていうでっけえ目的の他に俺には向き合わねえといけないことがある。村の連中やダイニングそれが分かった。
断したら、攻めるぞ、貫く。機関車スタイルで走りながら考えて仲間を引っ張ってきたな。
距離を走るだけで考えるのか。衝突や脱線が起きてよ。いらねえトラブルを考えてみる。ああ、今はそこまでじゃない。メンが俺を変えた。俺たちの出会い、クラピオと出会いもきっと言ってよ。そろそろ他のトラップにかかってるかもしれない。
他のトラップを確認してみよう。心配かけやがって。
お、なんだ、一人で帰れんのか。もう迷子になるんじゃねえぞ。砂漠に出たっていいことないぜ。ここじゃ。あ、おじさん、クラピオが帰ってきたよ。え、だろう、ちゃんと帰るようにしっかり言い聞かせといたからな。そうだったんだ、ありがとう。どういたしまして。ちゃんと食べ。早くでかくなってモンスターを倒せるようになれよ。いつかマリンと一緒にここに来てよ、全部話してやりたいんだ。それはいいことなのか。食材だからな。あんたは良くてもマリンにとっていいことなのか、俺には分からない。どうした。おじさんから離れろって父さんが言ってるって。それは仕方ねえな。俺たちは行くからクラピオと遊んでやれ。僕、おじさん好きだよ。ありがとうな。クラウドさん、解析ポイントが随分と溜まっていますね。マテリアの開発を進めてみてはいかがでしょう。旅は何があるか分かりません。くれぐれも気をつけてくださいね。星を救うためにたっぷりお仕置きしてる。
ご覧ください。あの鋭く伸びたくちばしのようなウイは動物の腕が天井に発達し、手なんて人の力はそれほど強くありませんが、自慢の頼むぞ。よろしくね、いけそう。やってやる。刺激必殺で獲物を仕留めたり、そのまま逃げる手間取りになって食べます。かわいそうになってきます。ミッションコンプリート、おめでとうございます。よし、
そんなこともあるだろうな。いるんとちゃいます。スパイラの希少種を確認しました。これよりガイドを開始します。複数の生物の特徴を持つスパイラは魔法開発が盛んになった頃より目撃されるようになりました。そのため当初は魔法の影響によって生まれた突然変異種と考えられていたようです。しかしその後太古の地層からスパイラの祖先と思われる生物の化石が発見されたことにより、近年はこの星に古くから存在する種であるという説が強まっています。非常に凶暴かつ強制的なモンスターで人民集団の一の人間と使っています。ああ、調査を進めてください。シラク応援は前にお任せを。フォローも出番だよ。はいはい、回復が必要か。私の出番だ。やっ、よろけてる。焦げちゃえ。私に任せて飛んでけ。当たれ。燃えるよ。やっ、それ取れ。いくけ、やってやる。
しています。この先に小型魔鋼炉があるはずなのですが、もしかしてあれ？形状の変容を確認。モンスターの巣、あるいは砦といったところか。絶対開かないって感じだね。データベースにヒット。覇王文書という古文書に記載された文様との類似を確認。解読を試みます。なるほど。クラウドさん、この扉を解放するには砂漠に点在するサボテン岩を見つけ出す必要があるようです。サボテン岩？砂漠地方で採取されるサボテンに似た鉱石です。クラウドさんがこの扉に触れたことで鍵となるサボテン岩が緑色に輝いているはずです。それと近くにサボテンの形をした像がありませんか？お、それです。その像を掲げると扉の鍵となるサボテン岩まで皆さんを導いてくれるようです。何やら試されているようだな。よろしくお願いします。
サボテンダーは代々エンシェントマターを砂漠の秘宝として守ってきたらしい。正当な持ち主が現れるまで秘宝を守ることが自分たちの使命だと言っている。正当な持ち主、そういう神話が語り継がれているようだ。サボテンダーの神話？本当にそんなのあんの？俺たちの物語をバカにしないでくれるかい？おっと、慌てない慌てない。俺はきっとジー、ゴブリン一族の末裔だ。今は古の盟約に基づきサボテンダーたちを指揮している。しゃべる、はあ、伝えたい思いがあれば言葉ぐらい獲得するさ。モンスターがしゃべらないなんて人間の先入観だね。ふん、一例。サボテンダーの聖典覇王文書の一節、砂漠の秘宝を求めし者に試練を与えん。あんたたちが秘宝の持ち主にふさわしいかじっくり見せてもらおうか。ふん、なになになに、これは試練だ。制限時間内にサボテンダーを倒して力を証明してくれ。じゃあ、あんたが挑戦者ってことでいいかい？え？私？
エンシェントマターを渡してもらおうか。随分と変わった名前で呼んでるんだね。もちろん約束は守るさ。ほら、それが砂漠の秘宝のかけらさ。かけら？どういうこと？秘宝はいくつかのパーツに分けてそれぞれ砦に隠してあるのさ。つまり試練はまだまだあるってこと。それじゃあ次の砦で待ってるよ。クラウドさん、興味深い事態になりましたね。秘宝を守るサボテンダー軍団、それを指揮する知的なゴブリン、砂漠に現れた謎の巨人サボテンダーの聖典覇王文書、僕の体温上昇を検知。僕は今興奮しています。早速エンシェントマター、いや砂漠の秘宝の反応を観測しました。2号マ航路へ向かってください。ねえ、小型マ航路っていくつもあるの？はい、砂漠にはゴールド操作へ電力を供給するために建設された小型マ航路が複数機存在しています。現在は土地が枯れて砂漠化が進行しないよう稼働機と休眠機を順番に回すことで延命を図っているようです。キラキラの代償が熱々のカサカサか。その魔航路も今は秘宝を守る砦です。サボテンダーたちの建築技術は素晴らしいですね。砂にサボテンエキスを混ぜて固めたようですが、耐久性は神羅星よりも優れているかもしれません。
これじゃサボテン岩探しといきますか。やってみるか。ううん、クラウドの方が得意だと思う、こういうの。無理に動くな、痛めるぞ。経験者を語るか。
魔鉱炉へ戻るぞ。それじゃあ早速第二の試練と行こうか。何度やっても同じだ。じゃあこういうのはどう？でっか！それじゃあ今度は。はいはい。私やってみたい。オーケー。では力を見せてもらおうか。備えて動け。離れてて。
ここ。取れ。近づくと危ないよ。やっ。行くよ。ほっ。えい。これ。離れてく。やっ。お。ここは手堅く。怒ってよろけてる？やっ！取れ！いけ！近づくと危ないよ。正直甘く見てたよ。ただの盗賊じゃなかったわけだ。じゃん。これで終わりか。うん。まさか。秘宝のかけらはあと2つ。これからが本番さ。なあ、でもそうだな、ちょっと試練をテコ入れする時間が欲しいな。ここら辺で一旦休戦しようか。というわけで、試練の準備が整ったら知らせるから、連絡先を交換してよ。はあ？クラウドさん、ここは従った方が賢明かと。うん、ありがとう。それじゃ、連絡が来るのを楽しみにしてて。秘宝探しは中断か？今のところ、こちらからは打つ手がありません。おとなしく連絡が来るのを待ちましょう。
気は？もうちょっとの心配ね。イエーイ。歩きましょう。マコールまでそう遠ないんで。せや、マコールの近くに小さな村もあります。どうでしょう、マコールは逃げませんし、まずは村で一休みなんて。そうしよう。クラウド、どうしたの？この森、知ってるような気がする。
なあ、キッドシ。何ですか？黙って歩いてても退屈だからよ。神羅の内部情報なんか流せ。まあ噂話ならなんぼでも。例えば？今はルーファウス社長の噂が花盛りですね。あの真っ白なスーツどこで作っとんねんみたいな。かー、くっちゃらねそうです。
感銃のデータを抽出しました。これで召喚マテリアを強化することができます。ラッキーフードはキノコだね。え？嘘。ゴンガだけ？しかもこんなにたくさん。ミッドガルじゃ高級品ですからね。この辺じゃ業産取れますけど。知り合いに似てたから。変わったご一行ね。こんなところに何の用？マコーロの調査団ではなさそうだし。マコーロの見学です。せやから見学団。なるほど。ようこそゴンガガ村へ。私は青年団長のシスネ。びっくりさせてごめんなさいね。村の警備が仕事だから。みんなは持ち場に戻って。はい、はい、丘の上からマコーロの様子が見えるわ。慰霊碑見ていてね。おおきに。こっちよ。丘はこっちよ。
よ。ついてきて。見ての通り静かな村だから面倒は起こさないよね。自然が豊かでいいところよ。お客はほとんど来ないけどね。よその人を見たのは久しぶり。ありがとう。これ何？3年前ゴンガガマ航路が爆発したんですわ。原因は施設の老朽化です。点検と整備をちゃんとしていれば事故は防げたはずだけどね。死んだ怠慢か。でもこの慰霊碑は死んだが建てたの。珍しいこともあるもんだ。ここの復興担当者が決まりはったんでしょうね。ね。なことで罪が許されるわけじゃねえけどな。長旅で疲れたでしょ。マコーロ見学の前に一休みしていったら。ええんですか。あそこが私の家。一応客間もあるから好きに使って。んじゃんじゃ遠慮なく。私もちょっと行ってくるね。あなたも体は大事にね。そこら辺に生えてるゴンガ岳は野生だから取っちゃって平気よ。ミッドガルでは高級品でしょ。私もここに来たのは事故の後なの。ミッドガルと比べたら何もないのにここの方が豊かな気がする。そこら辺に生えてるゴンガだけは野生だから。ミッドガルでは高級品でしょ。キノコ類は見分けが難しい。ゴンガだけに見えても危険な毒キノコの場合もある。私はこの花で簡単に見分けられるが、クラウドはどうかな。どれがゴンガだけかわかるか。右だ。当たりだ。やはり本物は香りが違う。ここの土は気持ちがいい。命の力が立ち上ってくるようだ。しましたね。ではゴンガ岳のようにまろやかに記念に一枚。とあるレストランからメニューで使用する写真の依頼がありましてね。新鮮なゴンガ岳の写真を撮ってきてほしいと頼まれたんです。もちろんせっかくゴンガガまで来たので風景も撮影して帰るつもりです。いい撮影スポットがあったら教えてくださいね。これがこの村の特産品、ゴンガ岳。生の。うわ、初めて見るな。なんという色つや。レンズ越しに覗いているだけなのに。いろいろ落ち着いたらよ。こうして畑作って暮らしていくのも悪くねえかもしんねえな。マリンと一緒に畑仕事か。
なーに植えてみっかな。かぼちゃ、あんたにお似合いだ。おい、どういう意味だよ。じゃがいもでもいい。でもいい、じゃねえ。この星にもまだ力は残ってる。俺たちで守ってやんなきゃな。ああやってキノコを干すとね、いい出汁が取れるんだよ。スープに煮物に、あ、炊き込みご飯にしても美味しいの。クラウドはどれが食べたい？煮物かな。あ、ママが言ってたよ。クラウドのお母さんの煮物はとびきり美味しいって。どんな味だったか今度詳しく教えて。毎日ゴンガ岳の出汁でお料理か。贅沢な暮らしだね。さーて、今日も洗濯頑張るわよ。おや、お連れさんかい。どうぞ。ん？その目はもしやソルジャーかね。え？ああ、うちの子を知らないかい。ザク、大丈夫かい。ああ、誰だって。ザックス、ザックスウェアだよ。ザックス、いや知らない。
生意気なこと言って飛び出したきりでね。最初のうちは手紙をよこしたが、あなたが来た時もてっきり手紙にあったガールフレンドかと思ったの。しつこく聞いてごめんなさいね。ザックス、ガールフレンド大勢いると思います。楽しくやってるならいいんだけど、頼りがないのはなんとやらっていうしね、うん、そうですよね。もしも息子に会ったら連絡だけでもするように伝えてくれんか。もちろんです。クラウド、失礼しよっか。もう行くのかい？何にもなくてごめんね。いいえ、私も突然来ちゃって。何も何も。さあ、また戦争が始まるなんて噂もあるんでしょ。ザックスも忙しくなるのかね。ミッドガルの人と聞くと、つい息子の知り合いかもと期待してしまってね。ここと違ってミッドガルは広いだろうに。クラウド、私何してるんだろう。ザックスの話したよね。ほら、好きだったとかそういう話。ああ、ここふるさとだって聞いたことあって、ちょっと似てるかもって声をかけたらお父さんだったの。ご両親の気持ち何にも考えてなかった。お家にまで上がり込んで寂しい思いさせて。二人とも嬉しそうに見えたけどな。ありがとう、優しいね。そいつのことまだ好きなのか。なんというまっすぐな質問。そうだね、嫌いになる理由ないもの。何にも連絡もないって。そう、エアリスを放っておくなんてどうかしてるな、そいつ。ん？ソルジャーなんだよな。それなら可能性としてもう死ぬ。クラウド？悪い、少し休む。クラウドね、ザックスのこと全然知らないみたい。
とにかく休もゆっくり休んで。ゴンガ側に星の民よ、星の子、魔航路に出たっていうの。毎日ゴンガ岳の出汁でお料理か。贅沢な暮らしだね。